皆さんこんにちは。今回もダイパリメイクの世界を、ドーブルたちと旅をしていきますよ。前回はマキシマムカメンとメリッサさんを、しばいたところまでですね。今回はその続きからやっていきたいと思います。続々とドーブルたちが41レベルになって、スケッチ枠が空いてきましたね。体当たりは今のところ、唯一のタイプ1技ですが、こんなもんいつまでも抱えてたって、仕方ないですからね。忘れさせてしまいましょう。この辺のライバル戦はマジで負ける要素がないので、またまたダイジェストで流していきますよ。ヘラクロスはブレバで4倍弱点をつけるので、ご覧のありさまとなっています。1号も41レベルになり、スケッチ枠の補充ができました。睨みつけるはしばらく打ってすらいないので、忘れさせてしまいますよ。ライバル戦については、本当に現状は、ヘラクロスともう飾るしか敵がいないですね。このライバル戦は、東岸さんの町にいる、橋の上の番人戦なのですが、もはや番人の体をなしてないんですよね。プラチナ準拠であればここでもう飾るを出してきて、だいぶ番人感があるのですが、37レベルでもう飾るでは、苦戦することはないですわ。この急所は有効急所かもしれないですが、勝てば官軍ってなもんよ。相手がもう飾るを出してきていれば、おそらく先手を取られると思うので、面白い試合になっていた可能性はありますね。道中の攻撃力ポッポが岩石封じを持っていたので、覚えさせるか多少悩みましたが、ごぼうに覚えさせておきたいと思います。テクニシャン補正が乗りつつ素早さを下げる技は、重宝するでしょうからね。どこかのタイミングで取りたいとは思っていたので、覚えさせちゃいました。というわけでまずは、東岸さんをやっつけていきたいと思いますよ。この戦いも基本的に、負ける要素が存在していないと思います。4号が火炎放射を持っており、鋼タイプに抜群をつくことができますし、トリデクスに関しては、2号の地鳴らしだったり、5号のグローパンチで、4倍弱点をつけますしね。負ける方が難しいレベルの試合だと思います。こうして見ていると、やはりドーブルというポケモンは、ストーリーで使っても、それなりに強いということかもしれないですね。四天王戦でもこんなことを言えればいいですが、そればっかりはやってみないとわかりませんわね。というわけで初手は、4号に務めてもらいます。ドーミラーの火力では、さすがにドーブルに致命傷を負わせてくる、という展開もないでしょうし、悪巧みをがっつり積む余裕はあると思います。トリックルームをしてきましたね。殴って来られるよりはマシかもしれないですが、これはこれで厄介な行動です。さては、まともに殴ってくる気がねえな。砂嵐は正直、相当ありがたいですね。岩タイプは特防が 1.5 倍になりますが、鋼タイプは特に、恩恵がないですからね。まあ、トリデクスに対しては、恩恵を受けられるのか。一応メリット自体は存在するということみたいです。とはいえこのドーミラーについては、完全にサポート役という感じみたいですね。ひとまず悪巧みを3回組んで、最強のアタッカーを生み出すことはできました。いくらトリデクスといえど、確定2発くらいにはなってるんじゃないでしょうか。火炎放射を打てば、ドーミラーを倒すこと自体はできるのですが、それは勝負を焦りすぎだと思います。ここで火炎放射を打ってしまうと、トリックルーム状態で、ハガネイルが現れてしまいます。それはこちらにとって、デメリットしかありません。というわけでここは悪巧みをもう一度選択して、時間稼ぎをしたいと思います。どっちでもいいっちゃどっちでもいいんですが、できれば自分を殴らないで欲しかったですね。とはいえ、このダメージが致命傷になることはないと思うので、大きな問題はないでしょう。というわけで、このターンでトリルが切れるので、ドーミラーはここらでお役御免ですね。せっかくトリックルームを使ったのに、残念ですねー。よすよす。いくらなんでも落ちますわな。絶対に落ちるだろうとは思いつつ、心のどこかで落ちないんじゃないかと思わせる、ドーブル縛り特有の心情ですね。2体目は、ハガネイルですね。トリックルームも切れているので、火炎放射で焼き尽くしてしまいましょう。うへぇ、頑丈やんけ。せっかく時間をかけて悪巧みを積んだのに、あっさり受けられてしまいました。
メリッサ戦でも似たような光景を見た気がするんですが、気のせいでしょうか。どうしましょう。4号でハガネイルまでは突破する予定だったので、ここでやられるというのを想定してなかったわ。作戦としてはソーナンスを出すのもありではあるのですが、あのハガネイルって多分、両頭型なんですよね。カウンターとミラーコートでの運ゲーに持ち込むのは、よろしくないと思います。というわけでここは素直に1号を出して、水の波動を連打していきますか。ハガネイルは、特殊耐久に関しては波程度なので、意外とダメージが通ってくれると思います。想像通りすぎる。思った以上に食らったり、思った以上に食らわなかったり、ということは一切なく、ドンピシャで思った通りのダメージ量だったわ。なんか、揃いも揃って砂嵐を巻いてきますね。私は常々思っているんですが、出てきた時に特性で天候を変えるという行為は、非常に強いとは思うのですが、出てきて一呼吸置いた後に、わざとして砂嵐を打つ、この行動は本当によろしくないと思いますね。こんなことを言ってしまうと身も蓋もないですが、砂嵐という天候自体、一ターン使って打つこと、優秀な天候でもないと思います。その行動を2体連続でしてくるということで、負ける気がしないというものです。相手のラス1は、トリデプスですね。砂嵐を巻かれたということで、特殊技で攻め落とすのは困難を極めますが、こちらには地ならしとグロパンがありますからね。普通に物理技で押していけば、どうにかなるでしょう。絶対負けねえわこれ。レベルも割と近いドーグルに対して、タイプ1ストーンエッジが当たっても、こんなもんなのかよ。調べてみたところ、トリデクスの攻撃種族値は、52しかないみたいです。特攻種族値も47ということで、ドーブルの3倍未満となっています。トリデクスよ、そんな火力で大丈夫か？さすがに4倍弱点を突くと、いくらトリデクスの耐久力といえど、まともには受けきれないみたいですね。トリデクスの牙城が攻撃種族値20に崩される。これは下克上感があって、かっこいいですねー。何やらお盆の実を食べていましたが、とてもグロパンをしのげるほどの回復量ではないですね。ああいうのをラシア用語で、最後の晩餐と言います。ここテストに出るよう。はい、お湯。お湯というか、こんな試合動画にしてもいいのかというレベルでしたね。本当にどうあがいても、負けることはなかったと思います。というわけで、ドーブルの圧倒的な強さを見せつけ、無事東岸さん突破です。仮に事故って5号がやられたとしても、2号で地鳴らしを打っていれば、負けることはなかったでしょう。100回やって100回勝てる、試合内容でしたわ。というわけで再び地下の世界に潜って、技を探しに行きますよ。ウリムーが凍える風を覚えていたので、スケッチしたいと思います。貴重な氷技、なおかつテクニシャン補正も乗る。さらには素早さも下げられるということで、非常に便利な技ですね。そしてビーダルから、剣の舞をスケッチしたいと思います。これで2号は、完全な物理アタッカーになりました。というわけで今回は、鈴名さんもやっつけてしまおうと思います。ここに関しても基本的に、負ける要素がないですね。負ける要素は電磁戦までお待ちください。本当に何度も言って申し訳ないですが、このミニチュアキャラは秀逸ですね。このゲーム最大の功績と言っても過言ではない。というわけで7人目のジムリーダー、鈴名戦です。鈴名さんは、氷タイプを使ってくるジムリーダーです。氷技は攻めるときは割と優秀ですが、攻められたときは非常に打たれ弱いタイプです。2号のロックブラスト、3号の転がる、4号の火炎放射、5号の岩石封じブローパンチと、ほぼ弱点付き放題に近いので、どういう手順を踏んでも、勝てると思います。相手の初手は、雪かぶりですね。ここは好きだと思うので、玄米を詰めるだけ積んでおきましょう。鈴名さんは氷タイプ使いと言いつつ、岩なだれチャーレムをぶち込んでくるやからなので、十分警戒する必要があるという感じです。飛び膝蹴りなんか飛んできたら、目も当てられないですからね。チャーレムはブレバで一気に仕留めたいということで、初手に2号を持ってきた感じです。無駄行動いいぞこれ。
本的にこの旅で一番辛いのは、真っ向勝負で殴られ続けることですからね。殴られないというのは、こちらにとっては相当なアドバンテージなのです。せっかくですし、最大まで積んでしまいますか。HP が半分以下になってしまいましたが、あられダメージを耐えられる分だけ残っていれば、特段問題はないでしょう。HP が半分以下になったおかげで、お盆の実を食べることもできましたし、盤石の布陣の出来上がりです。あとはもう、一方的に攻めるだけですね。気分A は、ロックブラストを打たなかったのは、外しを怖がったということですね。レベル差もだいぶありますし、堅実に立ち回っていけば、負けないと思います。二体目は、チャーレムですね。ここさえ突破できれば、勝利はもう目前でしょう。この勝負、もろ手で駆動。圧倒的な実力差になっちゃって、申し訳ないでやんす。普通に進んでいるだけなんですが、この辺はどうしても、レベルが高くなっちゃいますね。二号は役割を終えてしまいましたが、どうということはないですね。チャーレムを倒してくれただけで、御の字という感じです。相手の残りはニューラと雪の王ということで、グロパンと岩石封じを駆使すれば、圧勝できると思います。よくの実を食べられてしまいましたが、もう一発ニューラにグローパンチを打てると思えば、こちらにとっても悪い話ではないですね。攻撃を、計2段階上昇させておけば、雪の王に対しても、いい感じのダメージ量になるんじゃないでしょうか。順調順調。氷のつぶてを打たれるのが怖かったですが、打ってこなかったですね。持っていなかったんでしょうか。グローパンチで攻撃を引き上げてからの、テクニシャン岩石封じ、これできっと雪の王は、イチコロに違いない。落ちなかったか。ワンチャン一発で落とせると思ってたんですけどもね。さすがに厳しかったか。お盆の実を食べられてしまいましたが、正直これはもう、4号の火炎放射圏内ではないでしょうか。雪の王がつぶてを持っていなかったのは、正直かなり大きかったですね。ここで一発殴れていなければ、火炎放射で落としきれない可能性も、存在していたと思います。あの残り HP まで削れたのであれば、もはや悪巧みを積む必要もないでしょう。マジで何事もなかったですね。ジムリーダー戦最速記録を叩き出したと思います。それくらい、何もありませんでしたね。ちょっぴりこの辺巻いてないか、という風に思った人もいるかもしれないですが、こういう試合展開が続くのであれば、巻いてしまった方がいいでしょう。というわけで今回はちょっぴり短めですが、キリがいいということで、ここまでにしておきたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. いろいろやっとるでー。次回も見てくれよなー。